記念すべき誕生日をファンと迎えました。ラルク哲也50歳のライブ。昨日50歳の誕生日を迎えたラルク・アンシエルのリーダーベーシストの哲也さんがバースデーライブを開催しました。ラルク・アン・シエルの楽曲や新曲白いチューリップを初披露。そして哲也さんが生まれた夜8時25分に向けてカウントダウンが行われました。生まれました。さらに友人のボビー・オロゴンさんが登場、50歳の誕生日を祝福しました。